掛川市役所は地方公共団体である静岡県掛川市の執行機関としての事務を行う施設である。地方公共団体である掛川市は静岡県の西部に位置している。執行機関としての事務を行う役所として掛川市役所が設置されており、市内に複数の庁舎が置かれている。掛川市役所本庁舎は 1996年に、竣工した。以前の掛川市役所が、老朽化したことから、1994年6月から1996年3月に、かけて新たに建設された。掛川市役所本庁舎は、静岡県掛川市長谷に立地している。北緯34度45分55秒、統計138度0分3秒に位置し、 標高38.35メートルの地に建てられた。その敷地面積は3万8000平方メートルに達する。庁舎は地上6階、地下1階で構成され、構造形式には鉄骨鉄筋コンクリート造り、一部鉄骨造りを採用している。屋根はステインレス吹きであり、外壁は直筆スタイルで仕上げられている。建築面積は767.72。 平方メートルであり、延べ床面積は16,135.58平方メートルとなる。旧掛川市役所庁舎と同様に、この掛川市役所本庁舎も臨床にが設計を手掛けている。庁舎の外観は一面ガラス張りの外壁が特徴的であり、屋上にはドーム状の屋根がそびえている。このドーム状の屋根の直下には、 掛川市議会の議場が置かれている。庁舎の内部は開放的なアトリウムとなっており、天井まで吹き抜けとなっている。また、緑茶は掛川市を代表する農産物であるため、庁舎の衣装にも取り入れられている。例えば、庁舎の内部の各フロアは、左園の段々畑をモチーフとした衣装になっている。さらに、テラスには、 左縁の暴走ファンが多数設置されており、陶器は実際にファンを回して空調効果を高めている。また、エレベーターはシースルーとなっており、庁舎の内部を俯瞰することができる。最上階には展望ロビーがあり、庁舎の周辺を一望することができる。この庁舎の設計は高く評価されており、建築業協会省の選考において建築家の民書、清森、 タキミツ福祉活動は、建築が、地方自治体の活性化、市民と行政の新しい結びつきに寄与する、高例として、この施設は高く評価されると評している。1997年には、第38回建築業協会賞、及び、中部建築賞を受賞した。1998年には、日本建築学会作品選賞を受賞した。 2000年には、第7回公共建築賞を受賞した。掛川市役所本庁舎のフロア構成は、時代とともに変動しているが、ここでは一例として2020年4月14日、時点の構成を記載した。掛川市役所大東市所庁舎は、1988年に、竣工した。かつては、大東町役場庁舎であった。掛川市役所大東市所庁舎は、 静岡県掛川市三つ股に立地している。庁舎は地上4階で構成される。当初は旧大東町役場の庁舎として建設された。その後、旧大東町は旧掛川市や旧大須賀町と合併し、2005年4月に新生の掛川市が設置された。それに伴い大東町役場庁舎は、 掛川市役所大東支所庁舎として転用されることになった。掛川市役所大東支所庁舎の外観は、ホール部の曲線が特徴的であり、横に連なる窓が多数並んでいる。展望台が設けられており、庁舎の周辺が一望できる。掛川市役所大東支所だけでなく、大東市民交流センターも設置されている。 掛川市役所大東市所長者のフロア構成は時代とともに変動しているが、ここでは一例として2020年2月6日時点の構成を記載した。掛川市役所大須賀市所長者は2008年4月に竣工した。掛川市役所大須賀市所長者は静岡県掛川市に潮淵に立地している。庁舎は地上2階で構成される。 掛川市役所大須賀市所庁舎には、掛川市役所大須賀市所だけでなく、大須賀市民交流センターも設置されている。行政としての機能だけでなく、市民活動の支援に加えて、農業共同組合や各種団体等の機能も兼ね備えている。掛川市役所大須賀市所庁舎のフロア構成は、時代とともに変動しているが、 ここでは一例として2015年7月28日時点の構成を記載した。掛川市役所の組織構成は時代とともに変動しているが、ここでは一例として2021年4月1日時点の組織図を記載した。執行機関の内市長部局のみを記載し、教育委員会、代表監査委員、農業委員会、及び消防本部については割愛した。 また、地方公共団体である市の機関としては、執行機関の他に議決機関も存在するが、そちらについては割愛した。ありがとうございます。